ワンダースクールをご覧の皆さん、こんにちは。スープ作家の有賀薫です。日本を美味しいスープの国にするため、毎日スープを作っています。今回は栄養たっぷりのほうれん草を使ったツナのサンドイッチとほうれん草のクタクタスープをご紹介します。料理を始める前には石鹸でよく手を洗って、エプロンと三角巾をつけてから始めましょう。料理の前のお約束です。まずはサンドイッチ2人分の材料紹介です。フォカッチャ4個、バター適量、ほうれん草2株、ツナ缶小1個、マヨネーズ大さじ3、胡椒が少々です。ほうれん草1束の中から、2株ぐらいをサンドイッチに使い、残りをスープに使います。まずはほうれん草の下ごしらえです。まな板の上にラップをちょっと大きめに切っておきます。ここに、取り分けたほうれん草2株ぐらい、茎と葉を互い違いに置くと、全体にきちんと火が通ります。これをふんわりくるんでください。端っこはちょっと折り込んで、こうやって包めたら、これを600ワットのレンジに1分から1分半かけます。レンジから出したほうれん草は熱いので、そのまま水につけてしまいましょう。ラップままで大丈夫です。このまま冷やします。触れるぐらいになったらラップを外して、茎を揃えます。そしてギュッと絞ります。サンドイッチに挟むので、なるべくしっかり水を切りましょう。水気を絞ったほうれん草を切っていきます。一番端っこのところだけは切り落としましょう。あとは端から細かく刻んでいきます。はい、こんな感じです。ペーストを作っていきましょう。まずオイルをよく切ったツナ缶を入れます。そこにさっき刻んだほうれん草も加えます。そしてマヨネーズを入れます。さらに胡椒を少々。これで全体をよく混ぜ合わせたら、ツナとほうれん草のペーストができました。次はパンの準備に移りましょう。パンはこのように切れ目を入れておきます。バターロールなどを使っても美味しくできます。切り口にバターを薄く塗っていきます。バターは室温で柔らかくしておきましょう。塗りやすくなります。パンにバターを塗っておくと、野菜の水分が染み込みにくくなるので、パンがベチャベチャしません。必ず両面に塗りましょう。すべての準備ができたら、パンにペーストを挟んでいきます。ペーストはなるべく端っこのところを少し残して、ペーストをこう置いていきます。そしてパンを乗せてちょっと押さえましょう。こうするとはみ出さずに済みます。これでほうれん草とツナのサンドイッチの出来上がりです。続いてスープ2人分の材料です。ほうれん草1束、サンドイッチで使わなかった分を使いましょう。じゃがいもを中1個、玉ねぎ1/2個、にんにく1片、塩小さじ1/3、オリーブオイル大さじ3です。それではスープの材料を切っていきます。まずはほうれん草です。ほうれん草は根元だけをちょっと落として、
3センチぐらいの幅に切っていきます。ほうれん草は根元のところに泥がついているのでよく洗っておきましょう。残りの玉ねぎ、じゃがいも、にんにくも切っていきます。じゃがいもは皮をむいたらまず縦半分に切り、7、8ミリの厚さに切りましょう。続いて玉ねぎを薄切りにします。そして最後にニンニクです。ニンニクは包丁のこの根元のところを当てて手のひらでぐっと潰します。こういうふうに割って中の芽を取り出します。これで下ごしらえが完成です。はい、それでは鍋で煮ていきます。まずは煮えにくい野菜から先に入れましょう。にんにく、じゃがいも、玉ねぎを鍋に入れます。それからそこにほうれん草を入れます。鍋いっぱいになりますが気にせず入れてください。ここに塩を振ります。そしてオリーブオイルを回しかけます。結構たっぷり入ります。最後に水を加えます。全部の材料が入ったら火をつけて蓋をかけます。まず 2,3 分ぐらいこのまま煮ていきます。火は中火です。2分か3分ぐらい経ったら鍋を開けて、グツグツ煮立っているようだったら軽くほうれん草を中に押し込むようにします。そしたらもう一回蓋をかけて火を弱火にして、このまま20分から30分煮込みましょう。結構煮込みに時間がかかるので、ほうれん草のスープはサンドイッチを作る前に作っておくといいと思います。さあ、スープの蓋を開けてみます。ほうれん草と玉ねぎがトロトロになってじゃがいもがちょっと煮崩れるぐらいがちょうどいい煮え加減です。ほうれん草の色鮮やかなサンドイッチと栄養バランスのとれたほうれん草のスープ、どちらもとっても簡単にできるのでぜひ作ってみてください。作ったよという人は動画や写真をワンダースクールに投稿してみんなにも共有してみてください。私も楽しみに待っています。それでは楽しいスープ時間をお過ごしください。